ライスペーパーをこんにゃくの大きさにハサミでカットします。こんにゃくは塩もみしてから3日くらい冷蔵庫で保管して水分を抜いたものを使います。1枚ずつカットした方がいいと思います。少し割れちゃいました。豆腐1丁を鍋やレンジなどで温めて水分を出します。水分が出た豆腐を布巾でよく絞ります。スプーンなどで押したりしっかり水を出します。ねじりながら何度も絞ります。ねじねじと豆腐の水分がなくなるまで豆腐を潰しながらしっかりと水分を抜きます。水が出なくなった豆腐をまな板に置きます。塩を少々、次にごま油、にんにくパウダー、パプリカパウダー、そして混ぜ合わせます。しっかり混ぜ合わせたらまとめていきます。先ほどの水分を抜いたこんにゃくと同じ大きさにします。包丁などで形を整えます。そして均等にカットします。もう一度形を整えたらそれぞれ半分にカットします。先ほどハサミでカットしたライスペーパーを水で濡らし、濡れた布巾で軽く拭き取り、カットした豆腐とこんにゃくを巻きます。それぞれ同じ作業を繰り返します。巻き終わったら片栗粉を全面につけて、油で熱したフライパンで表面が軽くきつね色になるくらい焼きます。油が減ってきたら途中で足してください。全部の面が焼き上がったら軽く油を絞る感じで挟んで入れます。一度洗って熱したフライパンに昆布つゆと甜菜糖を入れます。軽くとろみが出るくらい熱します。スプーンで線がかけるくらいとろみが出たら、先ほど焼いた豆腐こんにゃくを絡めていきます。スプーンでタレをすくって上にかけます。いい感じに飴色になったら火を止めてお皿に盛り付けていきます。残ったタレを上からかけます。豚の角煮の完成です。もちもちで豆腐とこんにゃくを一緒に食べるとトロプリでめちゃうま。